今回は26年度に放送したこんにちは新宿区長ですの総集編をお送りします。平成26年7月は新宿の観光について、新宿観光振興協会大西理事長との対談と建設中の新宿東宝ビルを見学しました。6月から新宿の観光を担う新しい組織がスタートしたんですね。はい、官民一体の新たな組織として一般社団法人新宿観光振興協会がスタートしました。地域や企業の枠組みを超えて国際観光都市新宿の魅力をオール新宿で発信していきます。そこで今回は新宿観光振興協会の大西博史理事長をお迎えして、世界に発信したい新宿の魅力についてたっぷりとお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新宿観光振興協会の未来像、はいはい、これからどのようにありたいと大西さんお考えですか？今まで、いろんなこう協会がありまして、今回は区のご尽力もありまして、こうやって一本化されましたので、やはり観光資源をうまくこう皆さんにお知らせして、それでお越しいただいた方に本当に新宿が持ってる観光資源をちゃんとご利用いただくということが、一番重要なことだと思いますので、これは国内にも限る必要は全くないんで、これだけ海外の方が1000万超えてきている中で、その中の新宿ですから、この方たちに先ほどちょっと申し上げましたように何らかの形でこうご案内をして、で、来ていただいて、その方たちが気持ちよくこの街を楽しんでいただけるような、仕組みとか組織だとかですねっていうのを早く作っていきたいなというふうに思います。ですから将来像としては、おそらくここオリンピックまでに、東京を中心に大きく街づくりが進んでいくんですが、なんといっても、オリンピックの本拠地である新国立競技場も新宿区ですから、そうですね、この2020年に向けてですね、新宿ベースが新宿にあるということをもっともっと皆さんに分かっていただきたいというふうには思います。私たちがいるのは新宿コマ劇場の跡地です。現在大規模な工事が進められているんですが、ご案内いただけるということでヘルメットかぶって準備をしてみました、東宝株式会社の太田さんにご案内いただきます。太田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。工事用のエレベーター。あ、エレベーター。おー、あら、歌舞伎町、新宿が一望できますよ。そうです、そうです。はい、お願いします。27階に到着しました。そうですね、ずいぶんワンフロア広いんですね。そうですね、ホテルの客室のフロアでございます。これはもう東京タワーが見えてますよ。あそこに東京タワー、 あちらにスカイツリーも、 あそこにスカイツリー、建物の上に広がりましたね、視界が。こちらが8階のテラスに、ビルの高さが地上130メートルですので、ホテルからの眺めが抜群なことはもちろんですね、周りからちょっと離れたところからも、ビルが見えてきますので、歌舞伎町の新たなランドマークになるのではないかと、期待をしております。そして歌舞伎町の新たなランドマークとなる新宿東宝ビルが4月17日にオープン。都内最大級のシネマコンプレックス、東宝シネマズ新宿。客室数は970室で、4月24日にオープンするホテルグレイスリー新宿など歌舞伎町から新たな文化を発信していきます。8階テラスにはほぼ実物大のゴジラの頭部、ゴジラヘッドが登場。迫力満点のゴジラが歌舞伎町を訪れる皆さんを見守ります。また歌舞伎町の中心に位置するセントラルロードの改修も終了し、拡幅した歩道や新しくなった街路灯が街を彩っています。今後はシネシティ広場の整備も始まり、イベントやオープンカフェなども楽しめる空間として新たなにぎわいの創出を図ります。日本最大級のエンターテインメントシティとして大きく街並みが変わった歌舞伎町をぜひお楽しみください。平成26年8月は新宿クリエイターズフェスタ2014を特集し、東京大学大学院教授の川口洋一郎さんと版画家の蟹江杏さんにご出演いただきました。
東京大学大学院教授で CG アーティストでいらっしゃいます川口洋一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これまでですね、参加された、感想をちょっとお聞かせいただけますか。よかったのはなんか去年ね、男を通して芸術という新しい観点からの、あの文化に触れる、そういう街にどんどんあの発展していってること自体がもう目に見えてわかるんで、なんかすごい着実にこうなんか変わってるっていうのがね、すごい嬉しいですね。あ、嬉しいですね。だから僕らも例えばこの高層ビルではもうやっぱり前回に負けないような巨大なモニュメントの造形物をポンと置こうと思ってですね、で今6メートル7メートルのやつ今チャレンジしてるんですよ。なるべくこの新宿のこのフェスティバルがもうスタート点で日本中外国に持っていくための最初のもう出発点しようと思ってですね、いるんで、それだけねちょっとうちらもねあのやる気が出てきてるんです、でだから新宿のね、この芸術の未来の街づくりの今回は今すごいこうスタートしてるところで、周り皆さんがねあのモチベーションをねもう高めればやっぱりいけるっていうのを今回実証してますね。このわずか数年でこんなにぶわっと成長するっていうのは普通ありえないことです。版画家の蟹江杏さんです。蟹江さんは今年アーティスト活動15周年を迎えられました。蟹江さんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。毎年子どもたちがアートに触れるイベントも企画してくださってますが、その子どもアートについてまずお話を聞かせていただけますか。はい、子どもたちが合計12のワークショップで遊べるという企画をしております。一番メインというかあの歌舞伎町の駒劇場のところの壁に20メートル×3メートル50の壁画をみんなで作るというあのメインイベントがございまして、その真夏の大壁画イベントですね。大ガードの下にあの今までの3作品がつながって、あの掲示をされて、その最後の作品になるんです。なります。完結するわけですね。そうですね。なのであそこの大ガードのトンネル あのところがこうダーッと子どもたちの絵で埋まって、ちょっとこう何か明るく通りがこう、多分とっても素敵な道になると思います。昨年8月22日に開幕した新宿クリエイターズフェスタ2014、草間弥生さん、椿昇さんなどの著名アーティストから未来を担う学生や子どもたちまで、魅力あふれる多彩なアート作品が続々と新宿の街に登場し、国内外からの60万人を超える来場者でにぎわいました。サテライト会場神楽坂の全国寺には川口洋一郎さんの独創的な作品を展示、伝統と未来の進化型宇宙生物の見事なコラボレーションが実現しました。歌舞伎町では蟹江杏さんが子どもたちと一緒に巨大な壁画作りに挑戦。自由な発想力で元気いっぱいにお絵描きを楽しみました。今年も8月下旬から新宿クリエイターズフェスタ2015を開催する予定です。ぜひご期待ください。中山前区長が3期目の任期満了を迎え、昨年11月23日に退任し、新区長として吉住健一区長が就任しました。平成27年2月は地域で頑張る商店街と題して曙橋通り商店街に伺いました。また新宿区商店会連合会大室会長にご出演いただきました。曙橋通り商店街にやってきました。区長、早速こちらの商店街でお話伺ってまいりましょう。はい、行きましょう。はい、お願いします。いや、天気良くて本当良かったです。そうです。カレーのいい香りもしてきますね。人通りが随分あって、活気がある商店街ですね。そうですね。この商店街は住吉町商工会が運営し、昭和32年に住吉町商店会として発足して半世紀以上の歴史があるんです。区長、はい、1軒目がこちらのお店ですね。そうですね。ちょっと入ってみましょうか。はい、見た目はなんかお酒がいただけそうなお店ですけどね。外観が和の佇まいで、お蕎麦屋さんか居酒屋さんかと思いましたね。そうですね。パン屋さんなんですね。そうですね。もともと浜田屋という三軒茶屋にある本店が母体になってまして、そこがお寿司屋さんを改装してパン屋の居抜きで作ったお店なんで、そこのコンセプトを変えずにここのお店をオープンした時に、和風で行こうということでのれんに格子ということでやっております。
あの外観は食の店で中に入ったら洋菓子屋さんみたいで、こちらのお店は開店してからどれぐらい経つんですか？今年で10周年を迎え、おめでとうございます、はい、10周年、あ、そうですか、はい、あのこういうお店が増えていくと、あの商店街がどんどん賑やかになっていくと思いますんで、あの本当にあの夢を与えていただいている気がします。ありがとうございます。区長、花屋さんありますね。そうですね、話を聞いてみましょう。わあ、いろんな種類の花ありますよ。じゃあ、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。店長さん。そうですね。はい。何代目なんですか？僕で3代目になります。お店を継ごうって意識したのはいつ頃なんですか？はい、あ、僕はもう生まれてからずっとそういうふうな考えではいたんです。この後チャレンジしてみたいこととかって夢ってあります？いっぱいあるはあるんですが、やっぱり難しい世の中ですよね。今これ一歩一歩こう上がっていけばいいかなと。すごいですね。区としてもしっかりあのそういった意欲のあるあのお店に対してはどれあの協力できるように頑張ってまいります。はい、住吉町商工会の会長で和菓子どころ大住玉屋の店長でもいらっしゃいます大住さんにお話を伺ってまいります。この曙橋通り商店街って、はい、特徴ってどんなところにあると思いますか？いろいろやっぱりあの全部でここで今90店舗近くあるんですけれども、そういった意味ではいろんなご商売がありましてですね、やっぱりまあ利便性もいい、それでまあ新宿駅にも近いという形もありますから、そういった分にはまあ発展していると思いますよね。秋にハロウィーンのイベントが盛大に行われると聞いてるんですけども、あのこの商店街の目玉の一つなんですけども、いろいろなパフォーマンスもやったりして喜んでいただいておりますけれども、やっていらっしゃる皆様もあの楽しそうというかあの大変だとは思うんですけども、それが継続している鍵でしょうかね。そうですね、やっぱり皆さん来ていただいて、まあ、楽しかった嬉しかったって言われるとね、またそれが原動力になって来年も頑張ろうって気になりますけれどもね。お店があのお客様のことですとか地域のことを考えながら、そして共にあの両方とも伸びていこうというそういうウィンウィンの関係を作ってくださっているのが本当にあの素晴らしいと思いました。さてここからは新宿区商店会連合会の大室会長にお話を伺ってまいります。大室さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。早速なんですが、はい、商店会連合会の取り組みについて教えていただけますか？そうですね、区商連としてはですね、加盟店商店街のいろいろな問題だとかを取り上げまして、それから、新宿の応援セール、あるいは会員相互の問題、それから、リクレーションだとか、商業祭りなどいろいろとそういう工夫してやっております。特にですね、あの応援セールはですね、新宿区のバックアップでですね、あの500円に1枚あのスクラッチっていうんですか、その場で当たるくじをですね、実施しておりましてね、区の方で調べましたら8割方が売り上げが上がったと非常に喜んでおりますので、今後ともぜひよろしく区長さんにお願いしたいと思います。非常にあの大規模店が多い中で、あの商店街が生き残っているということは大変なことだと思います。いろんな方法を各商店会ごとにあの検討しながら取り組んでこられて、商店街があのやはり町にとってなくてはならない存在だというのを商店会の活動であの見せてくださってるなと思ってます。そうした活動はあのぜひあのお手伝いしていきたいなと思います。平成27年3月は新宿の防災対策を特集し、イベントや防災関連の事業についてお伝えしました。近年首都直下地震はいつ起きてもおかしくないと言われていますが、新宿区内ではどのような被害が想定されているんですか？はい、首都直下地震が発生し最も大きな被害が出た場合で、新宿区内の8割の地域が震度6強の揺れに見舞われ、死者は293人、全壊する建物は3683棟に上るなど甚大な被害をもたらすと想定されています。こういった被害想定の数値を見ますと、首都直下地震に備えたしっかりとした対策の必要性を感じますね。そうですね、震災対策の充実が重要な課題となっている中、新宿区でも災害に強い高度な防災機能を備えた高度防災都市づくりに取り組んでいます。新宿消防団第5分団の本部施設前にやってまいりました。新宿消防団の岩田千秋団長、そして第5分団の桜井新三郎分団長です。こちらの施設について教えていただけますか？はい、この分団施設は災害時の
防災拠点としての機能を持っています。災害発生時には団員が参集し地域の災害活動を実施しています。大規模災害が発生した際に消防団どのような役割があるんですか？はい、新宿消防団は12の分団で構成され、それぞれが地元町会などと連携した活動を行っております。大きな災害が発生した場合、消火活動は無論のこと、救出・救助や怪我をした人に対しては救護活動を行うなど、地域防災の中核として自分たちの町は自分たちで守るという強い覚悟のもと、町会・区役所・消防署と連携した地域・区民の安全確保に全力を尽く役割を担っております。災害はいつ起きるか分かりませんので、夜間ですとか休日に発生した場合には消防署を出動してくれますが、やはり地域の中には消防団の皆さんがまず第一に駆けつけてくれます。そこと私たち区役所の方も連携をしながら災害状況を確認してどのような対応ができるか取り組んでいくことになります。今日は新宿消防少年団隊長の谷口美也人さんと副隊長の瞳エレンさんにお越しいただきました。どんな活動をしてるの？いつも夏にはキャンプに行ったり、普段から消火活動などの練習をしています。練習はどうですか？大変じゃないですか？大変ですけど、周りの方が優しく教えてくださるので、とても楽しく活動ができています。もし大きな災害や火事などが起こった時にどういうふうに活動したいと考えてますか？はい、自ら率先的に大人の方々がやられていることに自分も加わって、一人でも多くの方を助けられるような活動をしていきたいと思っています。本当に頼もしいですね。頼もしいですね、自分から町のため人のために役立とうって考えて、そして自分がその時にどういうことをやったらいいかということをタイムスケジュールも含めて考えているというところが素晴らしいと思います。これからもどうかよろしくお願いします。頑張ってください、はい、ありがとうございました。続いては多文化防災フェスタ2015が開かれている大久保公園にやってきました。区長、防災で多文化というのはあまり聞き慣れない気がするんですが。はい、区内には外国籍の方が多くお住まいになってますので、そうした方々にも防災対策について考えてもらいたいと思い企画しました。寄進者や救急救命の体験もあるということなので、早速行ってみましょう。はい、行ってみましょう、はい、あ、こちらが地震体験者。横揺れですね。お、あー、すごい、うわー、すごい揺れますね。すごい揺れですね。すごい揺れでしたね。実際この体験したことない揺れですね。逃げたりとかできました？いや、そういう余裕もないですね。なかった。はい、ないです、そういうのを考える隙間もないですね。なかったですか、はい、どうでした？A very exciting experience for me, and I don't expect that the earthquake is so big. So it's been a good experience. 続いては救急救命 AED の使い方を教えていただけるブース。はい、実体験。はい。うわ、しんどいですね。へー。うわ。じゃあ答えで。はい、お願いします。1,2,2,3,2,4,2,5,2,6,2,7,2,8,2,9,3,10 我々でこれだけ大変なので、周りの人が協力し合わないと難しいですね。やっぱり恐れずに倒れてる人見つけたら協力し合って助けるっていう習慣がないといけないですね。そうですね。やってみてどうだった？ね、何か災害に対しての備えってご自宅でなさってます？してないので。ちょっとこちらはどこの国の食べ物なんですか？インドネシア。インドネシアですか。で、こちらがミャンマー。すみません、はい、ではもういただきます。ありがとうございます。いただきます。温まります。今回はこんにちは新宿区長ですの総集編をお送りしました。来月は私の街新宿をお送りします。お楽しみに。